はい、こんにちは、カパパです。今回はですね、いよいよあさってに迫りました2022年今年の小瀬沼キャンプの装備をご紹介します。以前ね、紹介しているものについては、名前だけ軽くさっと、ご紹介させていただいて、今回初めて持っていくものとかね、注目のアイテムなんかはちょっと取り上げてね、ご紹介したいと思います。ちょっと見ていただくと、今年は、ここら辺にですねキャンプ道具とは思えないものが並んでるんですが、これがね、撮影機材です。小瀬沼キャンプのね、道具を紹介するときに、せっかくだから撮影機材なんかもお願いしますって声は聞いてるんですけど、他にもいろいろ要望いただいてるんで、これ並べてみました。キャンプ装備、こちらは軽くさっと流してね、撮影機材の方を、ちょっと厚めにね、皆さんの方にご紹介したいと思います。それではよろしくお願いします。一番右、このザックに関しては、こちらはね、ゼロポイントの50リッター、寸胴型のも昔のモデルですね。とにかくね、物を積もうと思ったら変に骨格が入ってない方がよっぽど詰まるんで、天白装備についてはこのザックを持ってってます。で、前回のね、基礎コマも、こちらのね、キャンプ道具を詰めて登りました。はい、で、その左側ですね、小瀬沼の天白では初めて持ってきます、 ICI 石井が作ってました G ライトです。で、いつもね、小瀬沼キャンプっていうと、青いね、フライのダンロップの VS30 がおなじみだと思うんですけど、あれ2人用なんですよ。で、今回株ママがね、仕事で行けないので、今回はこの G ライト、1人から2人用ってやつを持ってきます。ソロで天白してた頃使ってたやつなんで、非常に今のテントと比べて、重くてかさばりますけど、信頼性は抜群なんで、今回こちらを持ってきます。はい、で、その左側がですね、これは毎年小瀬沼キャンプに持ってってます、ドイターのドリームライトですね。で、その左側が、これがトランギアの夜間、アルミのね、無垢の非常に使いやすいやつです。で、その下がですね、ジェントスのヘッドライト、WS243 ってやつだと思うんですけど、これがもう3年以上使ってますね。580ルーメン以上出てね、電池の持ちも良くて、非常にいいやつです。で、その左側、これもよく小瀬沼キャンプには持ってきますけど、MSR って書いてありますけど、これ謎のガス管で、左側がですね、バーナーです。外の、フュージョンですね、僕の装備でおなじみのバーナーです。で、その左側が、これがね、テーブル類、普通のね、山登りではテーブルなんて絶対持っていかないんですけど、小瀬沼ヒュッテさんのテラスが使えないケースも考えて、こちらのテーブルを用意しました。で、その左側がね、サーマレストの、マットですね。で、その下に行きましてね、で、これは今回初めて持ってくやつなんですけど、折りたたみ式の椅子です。ちょっと広げてみますね。はい、こういうやつです。ここパカって開けます。こういう風にやっていくと椅子になるんですよ。で、結構ね、僕は体重、かなりあるんですけど、もう全然問題なくね、座れます。100キロの人が座っても全然問題ないそうですが、この椅子もね、普段だったら山登りの時は持ってかないんですけど、さっきね、申し上げたような理由で、テラス使えない場合は、天場でこれ使おうと思ってます。重さはね、多分300グラムぐらい、特別軽くはないんですけど、非常に剛性が高いので、重宝してます。はい、で、その右のブルーのがね、プラティパスの水筒ですね。1リッターぐらい入る折りたたみ式の水筒です。その右側の黒いボトルがサーモスの 500ml の保温ボトルですね。で、小瀬沼はですね、基本的に、トイレとかね、ビジターセンターのところで水汲めますんで、水買う必要はないと思います。水売ってますけどね、飲んでいいよという水は非常に美味しいですから、それでコーヒー入れたりするとリッチなね、時間が過ごせると思います。それとですね、ちょっとさっきスルーしたんですけど、ここにフライパンがありますね。手元に持ってきます。はい、こちらですね。これもね、やっぱり登山には持っていかないですよ、こんな鉄のフライパンね。ですけど、皆さんもね、ご存知のように、僕の恒例の小瀬沼キャンプっていうと、山登ることとかじゃなくて、食べることがメインのキャンプなんで、やっぱり調理道具はね、毎回しっかりとしたものを持ってってます。ちなみにね、第1回目第2回目がステーキやって、で、3回目がお寿司で、4回目が、これは小瀬沼じゃなかったんですけど、見晴らしのキャンプ場でジンギスカンで、第5回目が、去年ですね、ピザを焼きました。で、今年はですね、またなんかいろいろ作ろうと思ってるんですけど、今回はこの分厚い重いフライパンをね、持ってって
調理しようと思ってます。でカブママがいつもねお片で使ってるんで、非常にあの油馴染んでね、まあ、全然焦げないやつなんで、今回これをお借りしてね持ってこうと思ってます。以上がね通常のキャンプ装備です。で毎年ね、まあこのキャンプ装備だけを皆さんにご紹介してね終わりにしたんですけど、冒頭申し上げました通り、まあ、天白動画の時に使う撮影機材、こちらもね、まあ、できたらあの紹介してくださいというご要望やっぱ毎年いただくんで、まあ、今回ご紹介させていただきます。まあ、ちょっとねここの部分を拡大してみますと、まあ、こんな感じで、まあ、ざっくりね何持っていくかというと、まあ、カメラと三脚ですね。カメラがね、まあ、2種類で三脚が3種類、もう音声録音ですね。一応だいたいざっくりこんな感じになってます。こちらですね、ルミックスの GH5 です。本当に初期型です。発売してすぐ買っちゃいました。それ以来ねもう本当に5年目になるんですが、まあ、今ね新しい GH6 っていうのが出ましたけど、まあ、僕はねそんなにカメラ詳しくないんで、まあ、この GH5 ぐらいの性能があればもう必要十分です。まあ、僕はやっぱ風景とか、まあ、登山動画を撮りますので、レンズに関しては、まあ、何本も持ってきたくないので1本ズームレンズをつけてます。でこれがですね、パナライカの 8-18 の F2.8 から始まるやつですね。これね 35mm 版換算でいうと 16-36 なんかな。でこちらで動画撮りますので、まあ当たり前ですけどここにあの明るさを調節できるね、可変 ND フィルターをつけてます。以前ねオゼルモキャンプでお会いした人にね、これどういう仕組みになってんのって話をされたことあるんですけど、まあ一応ざっくりね簡単に申し上げておきますと、これいろんな設定のモードがあるんですけど、まあ僕の場合はこのマニュアル、まあマニュアルの動画で撮るんですね。ですので、まあ絞りとねシャッタースピードは固定してるんですよ。まあ、光の状況によるんですけど、普通の明るさの日中で撮るとねだいたい白飛びしちゃうんで、この ND フィルターっていういわゆるサングラスですね、これをつけて光を弱くしてます。いわゆる減光してます。まあ細かい説明はねあのちょっとここではしないですけど、まあ、見え方の差だけちょっとやってみますと、はい、じゃあちょっとねスイッチ入れてみます。はい、こういう風に見えます。でフィルターはこれなんですけど、ここを回すと取り込む光の量を変えられます。これをねどん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 入ってくる光を弱くしていくと、このように暗くなります。でこの逆はこう明るくなります。はい、これはね一眼で動画撮ってる方はもちろん今いっぱいいらっしゃいますけど、この ND フィルターがないとね、まあ、うまく表現できないと思うんで、一眼動画を始める方は、まあ、これつけることをお勧めします。はい、これがねカブパパ動画のメイン機材の GH5 です。はい、GoPro のヒーロー10ですね、ミラーレス一眼の GH5 がメインって言いましたけど、まあ、当然花の写真撮ったりね風景写真撮ったりするんでやっぱり一眼は必要なんですが、ちょっと一眼が使えないケースとかね、あとはもっと広角で撮りたいというケースはこちらのヒーロー10を使ってます。でこちらでね、もちろん 4K も撮れるし、僕は使わないですけど 5K とかも撮れるんで、非常に重宝してます。はい、あとこちらですね、あのねこれ何かっていうと、バッテリーです。これ GH5 用とこれがヒーロー10用、モバイルバッテリーから充電しながら使うって方ももちろんいるし、で僕もねタイムラプスとかやるときはそれでやるんですけど、ヒーロー10については、まあ、防塵防水だし、 GH5 についてもあの防塵防水の機種なんですよ。ですので、せっかくのね防塵防水の機能を生かすために僕はバッテリーで撮るようにしてます。はい、続いてこちらですね。はい、こちらはね三脚です。これはレオフォートのね LS225CX って言ったかな。はい、ここにねLS225CX って書いてありますけど、このね225の意味はこの最初の22についてはこのパイプの一番太いところが 22mm ってことですね。でその22の後の5っていうのはいわゆる5段三脚ですよということなんで、あのネジが4つついてますね、4つついてれば5段ですから、
で、これレンジャーシリーズですんで、真ん中のあのいわゆるパイプがないですね。もうこれをね、選んだ理由はもう一つしかなくて、ここのところレベラーがついてるんですよ。で、レベラーっていうのはね、あの動画撮る時はこう水平にしなくちゃいけないんで、雲台と三脚の間にこの水平を取れる、まあ、レベラーというものが挟まってます。で、こちらは、まあ、ビデオ雲台ってやつですね。ここでね、まあ、パノラマになります。で、ここはアルカスイス互換になってますんで、アルカスイスのプレートをつけてるカメラだったらここに入ります。まあ、一応ね、こちらをねメインの機材として使わせていただいてます。あのレオフォトの三脚はもう僕も実は最近使い始めたんですけど、非常に性能に対して値段が安いんですよ。めっちゃくちゃ安いんですよ。これ非常におすすめです。はい、それでね、さっきはメインの三脚だったんですけど、今度こちらですね。はい、これがね、同じくレオフォトのミニ三脚。これ結構有名ですよね、これ。そんな説明する必要ないと思うんですけど、レオフォトが有名になったのは、まあ多分この三脚からじゃないかなと思うんですよね。まあこれぐらいの大きさなんですけど、実はこれ足広げて、内側からね、もう一度足が出るんですよ、こういう風に。はい、まあ、こんな長くなります。まあ、高さがね変えられるんで非常にいいです。で、雲台についてはこれセットで買うときはいろんな雲台がついてくるんですけど、まあ、僕の場合はここを回すとね、ギュッて回すとこれパンが効くようになるんですよ。これが非常に滑らかでね、素晴らしい雲台なんです。これ MBC20 って雲台で、で、僕はこれ含めてね、この MBC20 あと2個持ってるんですが、ちょっと非常に細いでしょ、首が。だけどね、これ全然問題なくね、先ほどの GH5 とか重いカメラを支えられます。でね、 GoPro を置いてね撮影するとき、例えばタイムラプスなんかもこれを使ってます。これ非常におすすめです。はい、あとはね、これ手持ちのいわゆる自撮り棒ですね。一応これもね、予備のために持ってってます。これもものすごく軽いんで、これいつもねバッグの中に入ってます。それともう一つ、これね非常に使えるんですよ。いわゆるクリップ式の、まあ雲台じゃないですけどね、ここに GoPro の、まあ、アタッチメントがついてるんで、ここに GoPro を装着して、まあ、例えば胸元につけるとか、あとはリュックのねこのショルダーベルトにくっつけるとか、まあ、いろんな使い方ができるし、あとはまあテーブルに置いてね、かなり低いとこからこう撮れるということができるので、こちらもおすすめです。で、この2つもね持ってくようにしてます。はい、続いてね、これ多分皆さんにお見せするの初めてかもしれないんですけど、これはね何かと申しますと、これタスカムってメーカーの DR-07R だっかな、 X だっかな、 DR-07X ですね、という品番の、まあ、いわゆるねレコーダーなんですよ。音声レコーダー、 PCM レコーダーって言いまして、あの CD 並みの音質で録音ができます。今ねちょっと開きましたけど、例えば音楽会場とか、あとはいろんなね自然の中で撮るときは、まあ、このマイク、ステレオマイクなんで、これ開くとね綺麗に撮れます。非常にいい音で撮れます。で、例えば、まあ、ナレーションなんか撮るとき、まあ、要はあの口元から出る音だけを撮るときは、その2つを口元にこう向けてね、で録音します。通常の山登りとかはあまり持ってかないんですけど、例えばね今年の春先に行った上高地、まあ、あそこはね、あそこはねとにかく鳥の声がすごいんですよ。非常に素晴らしい鳥の声が取れる、あとは環境音が取れますので、そういう時はねこれを持ってきます。で、これの細かい説明は実はあのサブチャンネルの方でやってるんで、もしよかったらね見てください。はい、でね、こちらのタスカムの DR-07X は、まあ、これ自体がねマイク つけてますんで非常に素晴らしい PCM 録音ができますけど、通常のピンマイクとかを装着してね、いわゆるオーディオインターフェースとしても使えます。ここのねこう2つマイクを開けると、ここにね 3.5 のジャック、これ入力する方のジャックがあるんですよ。で、ここにね、まあ、マイクの 3.5 インチを入れて、で、ここにね、まあ、PC 側、いわゆるパソコンとかね、
そっち側に出す 3.51 のやっぱアウトのジャックがあります。これがねマイクをコントロールする機械にもなりますので非常に使い勝手がいいです。はい、というわけでございまして、はい、今回はねいつものあのキャンプ道具を中心とした道具紹介にプラスしてですね、初めての試みですけど、僕の撮影機材のご紹介をしました。というわけでございまして、今日から数えるから明後日になりますね、20日土曜日、8月20日の土曜日から大瀬沼キャンプに行ってきます。でね、やっぱりね大瀬沼のテントサイトっていうのは、まあ、必ずデッキなんですが、あそこ地べたで張るところってないんで非常に人気が高いです。でサイトとサイトの間隔が非常に広いですから、隣の音が漏れてくるってことも、まあ、若干聞こえますけどね。ただマナーのいい方ばっかり来るので、まあ、うるさくて寝れねえとかね、そういうことはないと思います。非常におすすめです。去年も一昨年もねずっとそうなんですけど、テントサイトで「あカブパパ」とかね「あカブママ」ってこう声かけをいただいたり、中にはね、中にはいやらしい話ですけど、なんか差し入れをいただいたりとか、そんなこともあるんで、僕自身にしてみれば、まあ、正直言って、まあ、天白の遊びの中でも一番好きですね、このオセロキャンプが。まあ、今回ね、カブママさんは仕事の都合で来れませんけど、もしね、今回カブパパを見たらね、気軽に声かけていただきたいと思います。できればね、一緒にこうビールかね、ワインとか、まあ、その辺、視聴者様と飲めたらいいなと思ってます。はい。というわけでございまして、今回は恒例となりました、夏のオゼルマキャンプ装備紹介、プラス、撮影機材紹介の動画でした。はい。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。カババでした。よろしくお願いします。